カトゥーンの元メンバーの田中幸喜が25日、自身の YouTube チャンネルを更新、20日に行われたアベマ、朝倉ミクルにストリートファイトで勝ったら1000万円を欠場した理由について語った、たくさんの方にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでしたと頭を下げた、田中、怪我で欠場したことに、嘘ではないか、という声があったことに触れると、診断書を持ってきましたと、画面に示す、そこには、 警部念座右第9肋骨骨折と書かれ、日時は令和3年11月10日と記されていた、当日キャンセルという形になったのはもともとこの企画は10月30日にやるということで進んでいたのですが、三来る選手が怪我をしたこともあり、11月20日に延期になりました。そのの日間は、僕ら素人の挑戦者にとって、でも、 確率を上げるためのチャンスだと思い、練習のピッチも上げてしまいました。その過程で11月7日に骨折をしてしまい、10日に診断されましたと、無理な調整が原因で負傷してしまったことを明かす、この時点でドクターストップはかかっていたのですが、僕自身もプロである朝倉選手と対峙するのは失礼かと思い、11月11日に ABEMA の方に相談はしておりました。そのの話しし合いの中で、ギリギリまでま調整した結果、 骨折が悪化してしまい、当日発表になってしまいました。それは誠に申し訳ありませんでしたと、経緯を説明した。当日ライブが入っていたことでダブルブッキングはありえないという声にも釈明させていただきます。もともと11月20日にライブは入っておりました。早ければ2、3ヶ月前から話をして、ライブハウスを抑えてチケットの流れを組んでいくものです。 アベマさんから11月20日の打診を受けたときに、ライブはあるから難しいという話はしたんですけど、それ以上後にずらすのは難しいということになりました。ライブハウス側とも話をつけて、本来なら物壇をするところなんですが、それもせずに、会場を飛び出して向かうという話になっていました。だからダブルブッキングではなく、仕事を終えてから向かう形だったことをご理解くださいと。 ファンに誤解を与えてしまったことにも頭を下げた時期を見て朝倉選手にも謝罪をさせていただこうと思います。許されるのであれば何らかの形でまた挑戦させていただきたいということもお話できればと思います。ですがそのことに関しては今の謝罪が終わってからだと思うのできちんと真摯に向き合って謝罪させていただきたいと思いますと田中また自分に対する厳しい声は真摯に受け止めますが。 過度な誹謗中傷も見受けられました。死ねとか殺すという言葉であったり仲間や家族に関する誹謗中傷も見受けられました。そこに関しては弁護士に相談して法的手段を取らせていただきます。ご了承くださいと注意する場面もあった。最後に、重ねてですが、たくさんの方にご心配ご迷惑をおかけしてしまいました。 楽しみにしていただいたファンの皆さん、朝倉選手、他の挑戦者の方々、ABEMA スタッフの皆さん、本当に申し訳ありませんでしたと、再び謝罪した。